コンが得意じゃないので、パニックでした。もうみたいな、はい、本当にこう個人でうまくいってる人っていうのはほとんどないって、はい、あ、上川さんに知らせなきゃみたいな感じ。なるほどですね。誰かに伝えたい。伝えたいですね。舞い上がってました。チャンスだと思って、あ、もう本当やってよかったっていう、はい。どうも、ブログ集客コンサルの上川と申します。今回はですね、ちょっと私のクライアントさんコンサルを受けていただいた方で、超初心者で、短間で大いに結果を出していただいた大久保さんにお越しいただきました。今日は本当にお忙しいの、どうもありがとうございます。はい、すごく元気そうで、はい、なんか肌も焼けてるんで、すごく海の女って感じがしますけどね。はい、元気だけがそうです。はい、で今日はですね、この動画を見ていただいてる方々に対して、このパソコンの超初心者だった、今も超初心者なんですけども、この大久保さんがどういうふうな経緯流れで結果が出たかっていうことを、私がどんどん今日引き出してインタビューしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず大久保さん、この動画を見てる方に対して、まず大久保さんのやってる仕事と、はい、自己紹介を簡単にしていただければと思います。はい、皆さんこんにちは、はじめまして、訪問介護美容 B メリアの大久保美和と申します。何らかの理由で、外出等ができない方のために訪問施術を提供させていただいております。はい、はい、ありがとうございます。で大久保さん、僕と知り合ったきっかけっていうのをちょっと最初聞きたいんですけど、はい、お伺いしたいんですけど、まずそもそも最初セミナーに来られたんでしたっけ、はい、僕の。そうです。でその僕たちのセミナー、どういうきっかけで知ったんですかね、まず最初。まず最初は、はい、本当にお友達から、はい、こういうコンサルタントのセミナーがあるけど、はいはい、どうっていうことを聞いたんですね。はい、で、その URL を送っていただいて、はい、そのホームページをセミナーサイトに行ったんですね。はい、はい、詳しく書いてある、上川さんの、はいはい、ホームページを見て、ちょうどその2週間ぐらい前に、はい、ある方から、はい、ホームページとかそのブログを、はい、あなたもやらなきゃ今の時代ダメよと、あ、なるほど、はいはい、言われてたんですけど、うんうん、私もパソコンが得意じゃないので、うん、ちょっとそこから逃げてまして、はい、なるほど。でもいよいよやらなきゃダメだなっていう時にその話をいただいたんですけ ど、うん、ど す、ね、はい、すごいタイミングいいなと思ったんですけ ど、すごい怪しいなと思って。はい、はい、今やっぱりちょっと怪しい、そういうのがいっぱいあるんで、はいはいはい、いやーちょっとなんか、はい、どうなんだろうと思って。なるほど、はい、でもお友達と4人で、はい、そうですよね、確かに、ね、4、5人で来られますよね、はい、だったので、はい、でその中に1人男性の方もいたので、はいはいはい、何かあっても、うん、うん、はい、で金額的にも、はい、セミナーの金額が、はい、時ちょっと5000円、5000円です、はいはい、5000円だったら、はい、騙されてもいいかと思って、5000円だったらいいかと思って、はい、物を買って、はい、受けタイミング的に、はい、じゃあ受ける前かなり不安だったすごい不安、はい、前日まで大丈夫かなって LINE、はい、をしてました。なるほど。でそれがきっかけで僕のセミナー知って実際来ていただきました、はい、で3時間か4時間のセミナーが確かありまして、はい、受けてもらえ、でその後どうでした、どんな感じで受ける前と受けた後ってセミナーを。いやもうすぐもう、はい、もう流れで、はい、もうすぐ、はい、もうやろうと思って。あ、なるほどですね、はいはい、そのすぐやろうと思ったのはそのセミナーの話で引っかかる、自分的にこうピンとくるのがあったんですか。ありました、ね、やっぱり上川さんの話に引き込まれたのと、はいはい、もうこれは変な話賭けだなと思って、なるほど、もうチャンスだと思って、チャンスだと思って、なるほど、あ、それでも決断をした、はい、ありがとうございます。で僕のコンサルを受ける前にですね、例えば今大久保さんが確かホームページも今持ってなかったと思うんですね、またね、その集客をするにあたってですね、材料的 なんか比較材料ってあります、例えばチラシとか、名刺とかホームページもそうですし、いろいろありますよね、折り込みとか、はいはい、それの比較材料とブログって何かありましたか、ちなみに。特になかったですね、うん、ただ自分的にはネットで使ってやりたいっていうのはあったんです。ありました。なるほどですね、はい、それがブログだったっていう。そうです。なるほどですね、分かりました、はい、で実際にコンサルを受けるときにいろいろ僕がこうやってほしいこと、課題とかいろいろ出したと思うんですね、最初、はい、でやっぱ不安ってありました。もうパニックでした。パニックでした。なるほど。やること多いしね。パニックでした。なるほどですね、はい、でやっぱりその不安とか、あと本当に自分ができるかなっていうのがやっぱあったんですかね。
でももうなんか乗り出した船ということで、はいはい、なるほど、もう本当にやるしかないっていう、もうそれしかないんです。なるほどね。じゃあもう一つ一つ、なるほど、一つ一つもうクリアしていこう、はい、なるほどね、わかりました、はい、で確かね、思い出したんですけど、大久保さんちょっと面白い、あのね、今だとお笑い話ですけど、はい、パソコンがいきなり壊れちゃったんですよね。そう、はい、パソコンは買い物をするぐらいしか使ってなかったので、はいはい、まあ、結構放置してたんですね、はい、で久しぶりに、まあ、やろうと思って、はい、開けたら、まあ、ウイルスにもやられてて、はいはい、でもう、ね、電化製品なんで、はい、電気屋さん持ってったんですけど、はい、もうこれはダメ、はい、ダメだと言われて、はいはい、もう買い替えようと思って、はい、ですよね。僕も確かあの時、電話でですね、買った方がいいですよって言ってたんですよね。そうですね。もうね、もうお子さん行動力あるんで、すぐにね行動してね買い替えて、でそこからまたアクセクトが始まったんですよね、はい、なんかメールの設定が分かんないとかで、いやちょっと私フリーアドレスって分かんないとかね、言葉が分かんないとかね、で毎回ねスカイプやってましたよね。前のパソコンとまた違うじゃないですか、はい、やり方の。そうですね、そこでまた一つ、はい、新しかったですよね、Windows ね、はい、はい、ですよね。まあでもそれで何とかクリアしていただいて、まあ一応ブログアカウント取っていただいて、それでまあね一応始めるということになったんですけど、こう自分的に結果が出たっていうのはどれぐらいですかね、学んでから。学んでから結果が出るまで、はい、大体自分でもすごいびっくりしたんですけど、はいはい、多分3ヶ月。ああ、結構早かったですね。そうですね、ですよね、確かに、はいはい、なるほどね、はい、じゃあまさかその自分がパソコンも扱えない、自分が最初のイメージでちなみにどれぐらいかかると思ってました、自分最初は。でも、はい、うん、でも半年ぐらいまでには結果を出したいなって、うん、って思ってたんです。自分の中の目標はあったので、はい、目標は、はい、うん、そうですね。でもそれより全然早くに結果で出てきて、ね、約半分ですもんね、はい、3ヶ月、ね、そうですね、すごいですよね。でその後にまたね大きい施設からね案件が来たりとか、はいはい、で今月もてんてこまいですよね、なんか今月本当にもう、はい、おかげさまで、はいはい、すごいですね。でなかなかね、やっぱりその大久保さんおっしゃったように訪問介護でそのデイサービスの施設とか、そういった養護施設に入るっていうのはなかなか難しいんですけど、まあでもブログがねきっかけで大きい案件2件ね、2つの施設からブログが決め手になったって本当すごいと思いますね。あの業者の訪問介護の方たちは、はい、ほとんどもう大きい施設とかと契約して入ってるんですけど、はい、本当にこう個人で訪問介護をやって、はい、うんうん、あのうまくいってる人っていうのはほとんどいないって聞いてるので、る、何が何でもそこは、うんうん、はい、できるっていうのを見せてあげたいなって。あ、素晴らしいですね。でその時のなんかこうブログでこうなんかこうそういう予約問い合わせがこう仕事につながったってなった時にどんなこう感情がありました？いやもうなんか、はい、もう上川さんに知らせなきゃみたいな感じ。なるほどですね。あ、なるほど、もうみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと舞い上がってました。なんかこうどうなんですか、こう飛び上がりたいって感じで、そんな感じの感じ。あ、胸がいっぱいになりました。あ、こう込み上げてきたのか、うん、なんか込み上げてきた。あ、ちょっとこう涙に近いような。あ、もう本当やってよかったっていう、はい、なるほどですね。あ、そういうこう涙に近いような感情がこう嬉しさと苦労が誰かに伝えたい。あ、伝えたいですね。なるほどね、わかりました。はい、はい、素晴らしいですね、はい、はい、で多分ね今やっぱ施設で入り込んだんじゃめちゃめちゃ大きいと思うんですよね、はい、でおそらく、まあ、今後の流れとしては多分その関係者も大久保さんっていうのがちょっとやっぱ評判になってですね、ブログを見てまだ知らない人が見ると思うんですよ、ケアマネージャーの方とかいろんな方々が。で多分それをあの大久保さんのブログを知らない人がいっぱい見るようになると思うんですよね。もっと多分来ると思うんで、ぜひねせっかくいい結果が出てる、出たんで頑張っていただきたいなというふうに思いますよね。でちなみに今ブログを当てる時間ってどれぐらいですかね、例えば。もう最初の頃は本当にまず打つのが大変だったので、はいはい、1個のブログ上げるのにもう3時間とかかけてやってたんですけど、最近は30分ぐらいでなんとか写真も上げて記事も書いてできるよね。あ、すごいですね、はい、あのメール打てなかったんですよ大久保さん。ですけど今聞いたように30分ですよ。で僕があのブログを最初に 7,8 年前やった時って1記事ね4時間近くだったんですよね。それ考えたらねめちゃめちゃレベルがいいですよ本当に、はい、素晴らしいです。
で、あとですね、ちょっと大久保さんのスケジュールを教えてほしいんですけど、あの簡単でいいんで、1日その朝起きてから夜寝るまで、まあ、仕事も含めてですね、1日こういう生活を私は送ってるよ、ちょっと言っていただけたらと思います、はいはい。そうですね、私の場合は夜ブログを書くよりも、はい、朝とか午前中の空いてる時間に、はい、なんか夜はちょっとあまり、うんうんうん、あの書けないので、なるほど、朝とか、はい、うん、でもそうですね、午前中、なるほどですね、仕事の前に、はい、前に、なるほど、はい、ちなみに朝は大体何時ぐらいに起きられるんですか、ちなみに毎日。まあ、 あの、はい、息子のお弁当を作ったりとかもするので、はい、まあ、大体6時、あ、結構早く起きてやって、ね、それから息子さんの弁当を作ってやって落ち着いて、それからブログをちょっとやる、やっとちょっと時間、そうですね、なるほどですね、はい、でそれからまあ訪問のその仕事をずっと夜までされて、はいはい、で夜は何時ぐらい大体寝られてます、いつも夜は、うん、そうですね、12時前後、ね、あ、そうですか、はい、はい、で移動とかも多分あると思う、多いと思うんで、はい、移動中って何を考えて何をされてますかね、ちなみに。移動中はやっぱりその仕事が、はい、なんだ、時間との戦いなので、その仕事の時間配分の計算はしてますよね、何時に着いて、はい、何分で何人カットしてとか、はいはい、で次のお宅に行くとか、はいはい、スケジューリングの、まあ、管理というか、そこをイメージトレイメージをしている、はい、あ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、で、あのブログをちょっとね最後聞きたいんですけど、ブログをやってよかったですか。よかったです。あ、そうですか。それはもう本当に本当によかったです。あ、何がこう一番こうよかったっていう点は、大久保さんやってみて最初大変だったと思うんですけど、いろいろと、まず、はい、パソコンが使えるようになったっていうのは、なるほど、はいはいはい、本当にもう、はい、嬉しいですし、ブログも多分仕事抜きで、はい、個人的にだったらやってなかったと思うんですよ。あ、なるほどですね、その仕事を通じてブログができるようになったというか、はいはい、であと人と の、 その交流とか、はい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 、ご縁がやっぱりどんどん広がってますね。なんかこれからね、大久保さん本当ますます広がると思うんで、ぜひ、ね、サボらず、はい、サボらずコツコツと頑張っていただいて、もっともっと結果を、ね、出していただけたらと思います、はい、で、最後にですけど、上川のコンサルを受けて、上川のコンサルが良かった点もしあれば、良ければ、なければないでいいんですけど、あとあればなんかちょっといろいろとおっしゃっていただけたら。いや、もう本当に私の場合は特に、はい、もうパソコン教室からだったので、はいはい、もう本当にちょっと最初の頃はもう申し訳ないなっていう気持ちと、はい、もう途中で断られちゃうんじゃないかって、はい、なんかちょっとそういうマイナス、はい、思考が、はい、ネガティブにもなってたりしてたんですけど、はい、もう本当に上川さんがもう褒め上手で、一生懸命なんか褒めてくれて、はい、でも時には厳しい言葉だ、もう飴と鞭はい、それで本当にここまで来れたな、はい、あ、そうですか、はい、あります、 ありがとうございます、本当に私もされていただいて、いいことしかないです、はい、ありがとうございます、すごく今後の励みになります、はいはい、で、最後にですけども、大久保さんこの動画を見てるんですね、はい、今アメブロをやってる方、あるいはやっててもちょっとつまずいてなかなかうまくいってない方に対して、大久保さんからなんかちょっと励ましのメッセージ、はい、アドバイスのメッセージあれば一言お願いします、はい、とにかくもう本当にパソコン初心者、超初心者の私でも、もうやろうっていう気持ちで、もうそれしかないですね、もう気持ちさえあれば必ずできると思うので、もう上川さんを信じて、あの言われた通りにやっていけば必ず結果は出ると思います。皆さん頑張ってください。力強いメッセージ最後ありがとうございました。ありがとうございます。今日本当にお忙しい、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。どうもありがとうございました。